皆さんは芸能事務所と聞いてどんなイメージを持つでしょうか。先日、小林麻耶さんが何らかの圧力により突然所属事務所を解雇され、少し前には吉本興業の闇営業がニュースになりました。よくタレントさんが事務所と揉め、独立して自分の事務所を作ることが多いことから、なんとなくややこしい事情があるのではと察する方も多いのではないでしょうか。すべての事務所というわけではありませんが、芸能事務所にも深い闇の事情が存在しています。今回は芸能事務所の裏側、闇についてお話ししていきたいと思います。芸能事務所の力関係。まず、芸能事務所がどういった力関係の上で成り立っているのかを見ていきたいと思います。芸能事務所で圧倒的な勢力を持っているのが、多くの大手事務所を抱えるバーニングとジャニーズになります。バーニングの代表取締役の周防社長は、芸能界のドンと言われるほどの影響力があり、数々の大手芸能事務所を傘下にしていることから、もしタレントがバーニング系の事務所に嫌われるようなことをしたら、一気に芸能界での居場所がなくなるというようなことがあります。バーニングのタレントは番組でも優遇される傾向にあります。次にジャニーズですが、こちらもよく事務所の圧力が働くことで有名です。メンバーのスキャンダルも事務所の力で世に出ないようにしたり、他の事務所が男性アイドルグループを結成してもなるべくテレビ出演をさせないようにするなど、ジャニーズの敵とならないように調整しているそうです。プラチナムプロダクションの正体。プラチナムプロダクションは、代表取締役は滝沢勉となっていますが、関東連合 OB の川名剛によって設立されました。川名が当時英副長ブラックエンペラーの総長だった松島クロスに女性を集めさせ、最初はセクシー女優専門の事務所マッシムプロダクションを作り、後に今の一般的なタレントを扱う事務所プラチナムプロダクションとなりました。現在は七尾さん、若月千夏さん、小倉優子さんなど有名タレントが所属しています。タピオカ騒動で芸能界を引退した木下ゆきなさんも、騒動が起こる前まではプラチナムプロダクションに所属していました。ちなみに川名が芸能界で影響力を持つきっかけとなったのは、このようなことからでした。川名が事務所を立ち上げて間もない頃、プロダクションを通じて空手家の石井和義と知り合い、その縁からバーニングの周防社長とも知り合うようになります。川名は芸能界のドンである周防社長に付き人をさせてほしいと頭を下げ、行動を共にする中で、この場面で誰に対して頭を下げた方がいいかなど、芸能界の世渡り術を学び、芸能界の人脈をつけていきます。やがて川名が六本木で経営しているクラブフィリアに芸能人たちが遊びに来るようになり、川名は美しい芸能人を利用したり粉を流すようになっていきました。フィリアは朝青龍事件が起こったクラブで、他にもジャニーズや市川海老蔵、伊勢谷友介、窪塚洋介、伊藤英明、酒井紀子、広末涼子、宮沢りえさんなども来店していました。川名の影響でプラチナムプロダクションと関東連合は密接につながっています。所属タレントだった上原美優さんの元彼も関東連合 OB の石本太一で、上原さんのマネージャーも関東連合メンバーです。その上、フィリアに来ていた広末さんの元旦那も関東連合 OB になります。またプラチナムプロダクションは一部タレントが夜の営業をしているとも言われており、プラチナム所属の手島優さんが夜の営業について言及されたときに曖昧な表現をしていたことや、アイドルグループパスモのメンバーも夜の営業を思わせるツイートが流出しています。メンバーみんな頭使えないし、こんなとこいるの無理だよ。それはみんなわかるよね。ほぼみんな中卒だし、まともな人間じゃないんだからさ。サコはここまでよく続けられたわ。最初から芸能なんてしなければよかった。ブサイクばっか相手にしたし、芸能始めてから何人と丸々したんだよって。芸能事務所とヤクザ。芸能界とヤクザは江戸時代から持ちつ持たれつの関係だったと言われていますが、美空ひばりさんが所属事務所に不満を持ち、山口組三代目田岡組長を頼ったのは有名な話です。
美空さんが所属していた芸能事務所はどんぶり勘定で金銭面で不安があったため、芸能の興行もしていた田岡組長を頼ります。やがてひばりプロダクションが設立され、田岡組長は会長に就任していました。美空さんのケースだけでなく、何かとトラブルが起きやすい地方公演をヤクザに仕切ってもらうということはありました。今でもバーニングの社長と山口組系組織がつながっていたり、ABEX の社長の右腕となる人物が同人会系組織とつながったりしているようです。また、ヤクザの末端組織の人間が芸能人に粉を流しているということもあります。2014年に粉で逮捕された歌手の飛鳥さんも住吉会系の組織から粉を買っており、弱みを握られ脅しも受けていたそうです。山口組でも3代目の田岡組長以降、資金源に粉を取り扱うことを禁止していますが、実際は末端の組員が金欲しさで流していることもあります。芸能人は人気商売でストレスも多いため、粉に依存してしまう人は多い。そこに組員たちが目をつけ流していく。芸能人は一般人よりも高額で買ってくれるので、メリットも大きいです。半グレと闇営業、朝青龍事件や市川海老蔵事件、そして少し前に報じられた吉本興業の芸人による闇営業事件、これらはすべて半グレと芸能人との間で起きた事件になります。特にここ最近では暴力団の規制が厳しくなってきたことから、ヤクザではなく半グレと関わりを持つ芸能人が増えたそうです。吉本興業の闇営業事件は記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。2019年、大阪北新地のキャバクラで、吉本所属である芸人の宮迫さんが金塊強奪犯の男と一緒にポーズを決めている写真が週刊誌で報じられました。宮迫さんと一緒に写っていた男は野口和樹といい、半グレで2016年7月に福岡県 JR 博多駅近くのビルの前で約7億6000万円相当の金塊を強奪した犯人でもありました。野口は金塊を奪った約3週間後に北新地にあるキャバクラで宮迫さんらと飲んでいたといいます。反社である人物と関わっていることも問題なのですが、宮迫さんが野口と同席していた男性から謝礼として5万から10万円の金銭を受け取ったという証言があったことから、さらに波紋を生み、宮迫さんは吉本興業から解雇されました。今回騒動になっているのは一部の人たちですが、あくまで氷山の一角で、まだまだ探せばいくらでも出てきそうです。皆さんはどう思われたでしょうか。それでは今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。